どうも、こんばんは、エヌムです。今回は、東京グルリ、インボーク、プレミアムガシャに新しいキャラクターとして、欠落者、カナエフォン、ロゼバルトが来てますね。今、アインツベルンって言いそうになったんだけども、ロゼバルトですね。見ていきましょう、キャラクターの詳細。ロゼ編も、ついにクライマックスということで、フェスにはね、まあ、あいつは来るんじゃないかと予想してるんですけども、プレミアムには、カナエが来ましたね。5突した時の固有アビリティブレイクオール S マイナスですね。一旦の味方全体防御力 1.5 倍。これね、誕生日サイコが確かブレイクオール S プラスだったのかな。味方全体の防御力を 1.75 倍だったような気がする。はい。持ってますね。まあ、ちょっとステータスだな。まず1000アップ、200アップ、500アップ。基本的にあれだな、基礎ステータスを底上げするようなアビリティですね。で、麻痺完全に防ぐと。はい。まあ、HP7500 の525値低くね。こんなもんなのか。格値出るのかな。未発生状態ですね。ってことはパンチだな。うるさい、虚勢されたブロック。レール、自分で言ってちょっと笑いそうになったわ。敵単体に攻撃力 1.2 倍の5連ダメージなんで武器対決、マイナス、は?マイナス 12? 今ちょっと目を疑った。マイナス 12。自身の体力を 12%、 12% じゃない、20% 回復。なるほど。確実にこれブレイクさせてくるな。まあ、とりあえず10連だけ回していくか。かなえな。あ、っていうか、プレミアムガシャ、内容変わったんだっけ?なんかそんなの書いてなかった。なるほどね。まあ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 、これは普通ですよ。というわけで、今回は新しくプレミアムガシャに登場したカナエですね。カナエ10連だけ回しました。まあ、引き続きね、占領戦、これいつまでなんだろう、占領戦って。占領戦これいつまでなのかな、ちょっと見ます。占領戦これ占領戦どっから見れたっけ。あと10、また2週間か。なるほどね。というわけでですね、2週間占領戦頑張っていきましょう。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。今回もイラストが届いております。どうぞ。